しかもさ、土曜日ね、もう嫌だね、あのね、電話もね。私、土曜日、いつきくんって人とコラボ行ったんだけど、でっかいさ、パフェを食べてね、その後に、目黒にあるさ、豚カフェに行ったんだけど、もうすんごい電話が鳴ったらしくて、もうすごいね、店員さんもさ、テンパっちゃって、めちゃくちゃテンパっちゃってさ、何の電話？まあ、いつものやつだよね。周りの人が映ってんのは何だの？ね、私が犯罪者だの？まあ、そこら辺のね、内容は、まあ、大体想像がつきますよ。聞かなくても。ひどいっしょ。ね、ちゃんと許可を取ってね、言ってんのに、ああやって、結局、普通の放送ができなくなっちゃうんだよね。だから、急遽私はメンバーシップに変えたんですよ。そしたら、別にね、楽しくできたんだけど、まあ、ああいう時はね、もう変えるしかない、メンバーシップに。ああいう状況はね、もう普通の放送ができない状態だから。店舗も非通知拒否しなきゃいいのに？非通知拒否をする？いや、だってさ、その店舗はさ、店舗のやり方があるじゃん。私のためにじゃあ非通知拒否をしろってのもおかしいっしょ、だって。普通に営業してんだから、あっちもさ、商売なんだからね。いたずら電話があろうと、非通知のお問い合わせだって予約だってあるじゃないの。甘い茶、お茶ばっかりありがとう、センキュー。メンシップにしたら普通にできたよ。まあ、電話も、鳴ってなかったかな。全然ね。コラボ相手の枠にすりゃよかったんだって、流れてくから変わんないっしょ。私がいる限り。そうじゃない？私がいる限り変わんないんだから、電話の数なんてさ。ねえ、コラボの時だって一緒に私がいる限りになり続けるんですよ。そうなの？ほんと。しかもなんか、店員さんもさ、最初ね、もう電話が、私が行った時点でガンガン鳴ってて、すっごいテンパってたのよ。で、予約も入れてたのに、予約が入ってないっていう風になってて、もう電話の対応しながら私の対応ってたから。で、メールとかもね、ちゃんと送ってたんだけど、それもね、来てないみたいな。別の店舗と間違えてるみたいな感じでさ、もうガン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 なってて。それで私と店員さんのちょっと口論みたいなのもあってね。え、なんで？って予約してたのにって。なんでなの？みたいな感じ。それでちょっとね、10分15分ぐらい、時間が無駄になっちゃってね。お金は払ってなかった。お金は私の間違い。予約は取ってたんだけど、お金はまだ精算してなかったんだよね。いや、ホテルとかさ、前もってさ、クレジットとかでお金払うじゃん。私。必ず払うのよ。そういう払うシステムのとこはね、先にね、予約取るとき。まあ、そこは別に問題じゃないんだよね。後で払ったし、私3万円払ったんだよ。結局、貸し切りにしてもらって、4階かなんかがさ、全部貸し切りにしてもらって、本当は、1人4000円で、2人で8000円ぐらいだったのかな。でもまあ3万円ね、払ってね、撮影できんだったらいいよね。だから私は別に払ってもいいなと思って。初めてのね、豚さんカフェだったから、まあ3万円ぐらいだったら安いのかな、みたいな。生配信の許可を取ってた、許可を取ってないとこ私行かないから、最近。でしょ、みんな。もう電話鳴ることを言われること分かってるから、許可取れないとこ私出かけないの。ね。そうでね、お外も出る回数が少なくなったでしょ。それはなぜかっていうと、許可が取れない場所が多いからよ。外配信が減ってんのね。
許可取れて、結局取れてなかったんで、だから何、今説明したじゃん。電話が邪魔で、あっちもテンパっててね、確認不足だったの。ね、取ってたんだけど、証拠のメールも見せていいけどね、あるけど。ちゃんと。ちゃんと取ってんじゃん。で、前もって私はね、メンバーシップで電話してんの。電話でも取ってるし、メールでも取ってんの。店内スマートフォンライブ配信ね。それ確認のためにメールにも私入れてんですよ、こうやってね。12時からって予約になってるでしょ、2名様で。うん。ただ、その確認も取れないぐらい電話が鳴っちゃってたね。なんか藤沢ですけどって、今日予約してた藤沢ですけどって言ったら、予約も入ってませんと。入ってんのね。ねえ、じゃあライブ配信やりに来たんですけどっていう許可も取ってんだけど確認できない状態みたいな。うん。なんか業務妨害だよね。わかる？その状況みんなわかるかな？お店に行って、もうずーっと電話が鳴ってる状態よ。ずーっと鳴ってて、そっちの相手をしながら私たちの相手もしなきゃいけないっていうさ。だからまあそうなるよねって結局。だってこっちはずーっとなってん、ずーっと対応してんだからさ、みんなでね。うん。だから予約の確認ができない。だから今見せたでしょ、撮ってたでしょ、私。今メール見せたでしょ、予約ちゃんと撮ってんじゃん。それを撮ってないっていうぐらいの状況だったってことよ、あっちもテンパっててさ。だからそういうことはやめてちょうだいっていう話。そういうのは、お店に対するね、業務妨害になっちゃうからね。うん。そうやって電話とかするとさ、迷惑になるでしょ？うん。そういうのをやめてほしいなっていう話を今してんだけど、これから予約取るときは別名で取ったら、痛電防止で、でもさ、別名で取ったって、私が行けばかかってくんだから、まあ一緒だよねって感じ。別に藤沢って名前で取ろうと、田中で取ろうと、まあなることはなるんじゃないの？うん。そういうことでしょ？めんどくさーと思ってさ。まあ、結局やらしてもらえたからよかったけどね。3万円払って貸し切りにしてみたいな。うん。そうなんだよ。で、なんか別店舗だったらできるはずだったのね。あ、その店舗も間違えてたらしくて、あそこの店舗はライブ配信とかダメだったんだって。結局ね。他の原宿店っていうね、目黒店はダメだけど、原宿店っていうとこは貸し切りでやれる方法があったんだよ。うん。そうなのよ。そういう YouTuber とかのさ、撮影のためにね。ただ私もそれを聞いてなかったし、あっちも伝えてなかった。まず最初にそこから、なんつうの？相違があったんで、意見のね。私は電話で OK ってあそこの店舗言われてたんだけど、そこじゃなくて原宿店の話だったみたいな。うん。そう。だから特別に貸し切りにしてもらったんだよね、あの日はね。私もここ来ちゃったんだって、今から原宿移動できないんで、みたいな感じの話ね。原宿店に行けばよかったんだって、目黒から原宿にあそこから行くっていうのもね。そうじゃないんだったら、そっちの原宿店の方の予約は取れてないんだから。目黒店の予約は私取ってたんだよ。ただ原宿店の予約は取ってないでしょ。それから言ってもさ、原宿なんて多分ガチャガチャしてるから土曜日なんて。原宿の方が絶対混んでるし、その時間に取れるかもわかんないじゃん。ねえ。いつ予約の電話したの？火曜かな？私、メンバーシップの中に電話したかな？メンシップの人はわかるよね。私、豚さんカフェ行きたいね、つって、そこで電話してるからね。ちゃんと許可取ってるかな。
メンシポの中で電話して、メンシポの中で許可取りしてるかの。それでその後にメールも送ってんね、ね。念押しで。うん。そうしてる。それで店バレたん？って、電話をやめてっていうのを言ってるだけで。そうじゃん。業務妨害になるぐらいの電話をする必要はないんじゃないのっていう話よ。話聞いてる？病気なのかな、みんな。ねえ。病気じゃない、本当に。月曜日かな。攻撃されてんのはあなたのせい？いや、電話する方がおかしいだろ、そんなんだよ。しつこく何十回、何百回？ねえ、業務ができないぐらい電話すんのがおかしいだろ。一回で済ませればいいじゃん、だったら。確認のためだったらね。そうじゃない？そんな何百回もわざわざ電話する必要ないでしょ。無言電話とかさ。ほとんどが無言電話なんだよ。無言電話。話もしないんだから。無言電話をかけるってことは店に対する業務妨害だよねって話だよ。うん。なんだって？迷惑電話、が来るのを何年も学習してんだから、ちゃんと許可を取ってんだよ、私も。そう言われないように、ちゃんと許可を取って、取れたとこじゃなきゃいかないっていうスタンスにしてんのよ。うん。そうだよ。で、それでもうダメですって言われたら素直に最近は出るしね。そんなんと強行突破しないし。ちゃんとお店と話してどうしたらいいですかっていうさ、ね、提示をしてもらう。それでもダメだったらもうそこで中断みたいな感じ。取っててもね、許可を取っててもダメって言われたらお店を出るしかないじゃん。だってさ、そこで揉めちゃうから、やっぱり。うん。そうなんだよね。メールを見せて、だからさ、何回見せればいいの？取ってんじゃん、もうさ、しつこいな。開放日に取ってるし、目黒店。目黒店に撮ってるでしょ、つうのよ。しつけえな。俺書いたでしょ？店内でスマートフォンでライブ配信します。ツイキャスをすることも言いましたよ。で、事前に電話で確認、このね、メールを送る前に私は電話で大丈夫か聞いてんの。それ大丈夫って言われたから念押しでこうやってね、周りに配慮して、当日はよろしくお願いしますって送ってんのよ。今メール見てないの？ただやっぱりそう電話でそうね、テンパっちゃうから、そういうああいう感じになっちゃうんだよね、いつも。お店も確認できないし、まあ、とりあえず出てってくださいになるんだよ。そうでしょ？うん。まあ私もね、その配信をつけながら店の中に入っちゃったのも悪いんだけどね、看板を映しちゃったりとか。それでまあ特定されてブワーって攻撃されたんだと思うんだけど、そこら辺はももこちゃんを通じて、あの謝罪とかね、してるんでちゃんと、すいませんでしたって。そしたらあっちも、あ、そうですねって、こっちも不備がありまして、みたいな感じで連絡来たんで、まあ大丈夫かなって感じ、お店とのやりとりはさ。うん。そんなにさ、毎回見てんの気持ち悪い。ね、お前らが電話してんじゃないの、匿名さん。なんでアカウント出して言えないの？キモ、お前らが電話してんだね。そんな毎回毎回私が行くとこ見てんだ。お前らがやってんだな。毎回映してるとかさ。なんで知ってんの？